シーサケート駅は、太陽国東北部シーサケート県ムアンシーサケート群にある、大国有鉄道東北線、南線の駅である。シーサケート駅は、太陽国東北部シーサケート県の県庁所在地であり、人口14万人が暮らすムアンシーサケート群にある。町の中心部に位置するため、利便性が良い。駅の正面側が市街地である。 バンコクから 515.09km 地点に位置し、特急列車利用で7時間30分程度である。一等駅であり1日に24本の列車が発着する。対最初の官営鉄道である、クルンテープ駅やユタヤ駅間が1897年3月26日に開業した。1900年12月21日に、 当初の計画のナコンラチャシーマ駅まで開通した。そのしばらく後にウボンラーチャッターニーまで路線を延長することになり、1928年8月1日に当駅が開業した。開業後1年半ほどは終着駅であったが、1930年4月1日にウボンラーチャッターニーまで開通したことにより、中間駅となった。短式及び、 島式一面の複合型ホーム2面2線を持つ地上駅であり、駅舎はホームに面している、当駅近辺に大学が数多くあるため、学生向けの商店が多い。王国の鉄路対鉄道の歴史、P25 対鉄道旅行 P229。ありがとうございます。